ちびちびお稽古。こんにちは、ゆるーく漢字第10弾。今日はピノちゃん月を覚えます。ピノちゃん日記スタート。今日は月っていう字を覚えます。これが月？そう、こういう字なんやけど、うん、この、うん、今丸を書いとるところに合わせて、うん、この丸いシールを貼っていたらしい。うん、はい。はい、じゃあやってみましょう。これの黄色を貼っていって。黄色？うん、全部？うん、月のイメージで黄色。全部満月って感じやね。あと全部ね。うん、そのシール満月みたいやない？うん。三日月って知っとる？知ってない。知ってない？三日月ってこういうやつ。本当は丸？そう、満月はこう。これ三日月。うん、お月様っていろんな形するよね。あのね、今はこういう形、うん、え、今こういう形やった？せっかくなのでお月様の話をしながら進めていきました。お、晴れたね。これ月っていう字ね。月。これなんて読めた？月。そうやね、月。今度はこの月をどうしようか。何したい？ハートポチポチ。ハートポチポチ。というわけでピノちゃんのリクエスト、ハートペチペチしようか。パッチンパッチンしていくのを私が担当してピノちゃんにノリで貼っていってもらいました。月のイメージで黄色い色画用紙を使いました。このパッチンって抜くの、今ハートしか持ってないんですけど、他の形も確か売ってたので、いつか見に行ってみたいと思います。できた。できたね。上手に貼ったね。残ったね。これなんて読めた？何してんの？バナナ？え、三日月だよ。三日月と満月を使って月っていう字を書きました。月。月、正解。じゃあ単語帳いきましょう。最後までご覧いただきありがとうございます。この動画がいいなと思ったらいいねボタンとチャンネル登録お願いします。